はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、機動戦士ガンダム0083スターダストメモリー、今回からこちらをやっていきます。じゃあステージ1、ジオンの残光。一年戦争最大の激戦となったア・バオワクーの戦いの後、地球連邦政府とジオン共和国は終戦協定を結んだ。だがそれは新たな戦いの始まりを意味していた。時に宇宙世紀0083、一年戦争終結より3年の月日が流れ、地球と宇宙がようやく戦争の傷跡を癒しかけていたその頃、不完全な形で迎えた終戦は決して短いとは言えぬ日々を経てもなお正されぬまま残り、新たな戦いの契機となっていく。それは必然だったのであろうか。ジオンに勝利した連邦は勝利者としての立場を明確にするため再軍備への道をひた走っていた。連邦の勝利者としての傲慢だが、その勝利を決して認めようとはしない人々がいたことを彼らは忘れていた。時代の影に抹殺された戦いの歴史、決して語られることのない戦いの物語が今幕を開ける。ジオンの残光。宇宙世紀0083、オーストラリア大陸。そうか、オーストラリア大陸だからホワイトディンゴとかどこ行ったんだろう。オーストラリア大陸はもうないからね、ほとんどが。お、ザメルがいる。オーストラリア東部、地球連邦軍トリントン基地。乗員211名か。将校ってことは将軍クラスか、こいつは。
ペガサス級。おお、ガンダムが2機置いてあるね。見りゃわかるよって、すれそうだ。そうか、チャックキースってもともとテストパイロットだったか。積極的だね、チャックキースは。見学でもできるんだ、ガンダム。いや、ザメルやっぱでけえわ。よく制服とか持ってこれたよな。弾頭のセッティングが完了した。てかさ、各セッティングしてさ、テストするの。さすがに各は打たないのに。いや、立ち入り禁止のはずだったらさ、もう少し厳重にしてくれよ。こういう風に誰でも入れるのが悪いよ。
単にさ乗れるところも警備体制が甘いよな。ミサイル攻撃、基地の外から攻撃が行われていると。行動制御不能か。格納を超える連絡、2号機がジオンを名乗る者にダッシュされました。2号機がダッシュされたか。すぐに降りれば罪は軽いって。そうか、この機体と核弾頭はいただいていく。ジオン最高のために。回避ルートはこちらです。待て、ここから出すわけにはいかない。邪魔をするな。公爵な真似を。4体内にガトを撃破できるか。これがまた難しそうだな。戦艦とか攻撃できるのか。エンジンをやれただけって言ってたからね。うん、無理だね。出撃って誰かいる？いない。じゃあどうするかな。ビームライフルの方が強いっしょ。防御、ね、これは何の攻撃をしても防御されるかな。防御されるねー。となるとやっぱりビームライフルで攻めるしかないか。裏木少尉、私を敵に回すには君はまだ未熟。未熟だと？うおー、これマジでこのまま追っかけっこでいいの？2400ずつ4800。一応なんとかなるっちゃなんとかなんねえ。うおー邪魔だ。ここら辺回避になってんだよ。あとはやっぱり外さないことっていうのが絶対条件になるから、一回一回セーブをしていかないとな。3400、あと1200。おーい。アルビオンが狙われておるぞ。先に2号機を破壊すれば大丈夫かな。マシンガンでいいかな。命中率が高そうだし。
これで終わってくれればな、楽っちゃ楽なんだけど。ビームライフル、いけ。うわー、当たれ。遅いわかわされた。まあ別にマシンガンもビームライフルも変わんないしね。よーし、OK。ザメルとかよく逃げられたな。バリング隊ジャックキースはザクか。こんな普通の車でさ、追いかけられんの？よく覚えてるね。モビルスーツの時速がどれくらい出るかだな。DC14 コムサイ、加藤少佐聞こえますか？敵のモビルスーツ、まあ確かになんか視界がいい感じはしないからな。ビッグあれ、こんなやついたっけ？あんまり登場しないよね。
いやー、浦木将尉はさ、ガンダム乗ってっからいいけどさ、チャックなんてザクだよ。それなりの戦力があるね。あれか、ブースター付きのコムサイン。あれ単独で脱出できるってこと？まあ最初のステージなんでね、そんなには敵は強くないでしょう。コムサイ2を撃破、コウがコムサイ2を撃破と。浦木将尉突貫しますとやる前にまず減らさないとね。やっぱりまあ6000当たれば十分でしょう。ビームライフル3600か、なんか微妙な感じがするけど、やってみせる。あ、全然余裕だわ。さすが試作1号機だな。あとこっちはもうそのまま突っ込んでいくか。そう、とりあえずアムロはネティクスに乗せて、エルメスとララをセットして、エルメス宇宙でしか使えないんですけど、ミノフスキークラフトだったっけ、あれつけました。ミノフスキークラフトめちゃくちゃ高いのね。あれ9万円くらいするから1個しか買えなかったんだよね。この感じ私には見える。9500か、ギリギリ倒せなかったんだな。で、隊長はシャート。エルメスでかっ。まあこれはメガ粒子砲でいいでしょう。こいつをどうしようかな。バニング対マシンガンとバズーカ、全然バズーカの方が強いな。死にたくなければ迷うな。ゴー4700。いやー、やっぱりドムトローペンも強えな。まあこの大型ビットでいいでしょう。でこっちには誰を出すかね。 G04 を出すか。よし、いい感じに減らしてんな。一応こいつらはくっついていくか。で、あとこの二人、この二人も倒そう。こいつはこっからメガ粒子砲で当たるな。2レベル
攻撃力はまあそこそこあるか。精神統一ララやって確定値高かったね。変えれねえし、アムロを先行させるか。さてこれでビームサーベルで倒せるかな。うんーでちょっと帰って、フェニックスガンダムでも出しとくか。最終的にこのコムサイを浦木翔唯が倒せばいいわけでしょ。攻撃はできないか。まあいいか、もう一旦かけよう。別にターン制限とかないからね。なんかすぐキャンセルしちゃうな。ニティクスを向かわせるか。このドムも倒しておこう。一応こいつらは固まっていくか。ハワードジムここで出てくるんだね。で一応セーブをして、クムサイとかね倒しちゃうと嫌だからね。フェニックスガンダムのビームライフルとかどうかな。もちろんピンポイントをやると多分死ぬから、18000、12000、5900はちょっときついかもしれないな。ビームサーベルで殴っとこう。5200 めっちゃギリだな。では破壊させていただく。逃がすか、落ちろ。頭を押さえた。おのれ、ガート現代戦士教本、アナベルガトー、ソロモンの悪夢。ザメルで支えます。確かにごっついからなこいつは。浦木翔唯めっちゃ前線に出てんな。
こんなところで何をやっているんだこいつは。どうやって去っていったんだ。信念ですか。さすがバニング隊員。なるほど、さすがガトー少佐だ。てかこっからミサイル撃ったんだ、すごいね。モビルスーツもそれなりに持ってるし。げっ、こんなとこに出てくるのかよしかもこいつさ、属通回フリッツヘルム仕様って何。まあいいや、帰ろう。ガトーじゃなくてコウ・ウラキは無理だ今の状況では。さてさてさて、進めるだけ進んでここの2人で支えるか。あれ、あいつ逃げる、もしや。こいつらパクるから。あれ、こいつら逃げてんね。なぜだ。別にガトーがいるわけじゃないのに。艦砲射撃でもし倒せれば倒したい。倒せなかったか。じゃあエルメスで倒そう。経験値はいただきだぜ。ララーもレベルアップ。ちなみにさ、開発プラン、これなんだ、これ見た目がね、ハマーンっぽいんだけどね、結局なんだかよくわかんないっていう。とりあえず5レベルまでは上げたいね。こいつはそのまま突っ走るか。じゃあ一応ウラキ進めておくか、なんとなく。ユーコーンでなんか積んでる？積んでないね。多分もう捕獲できるやつはいないと思うけど、まあ忘れずに最後に捕獲しておくか。あとはこのザメルだよな。ちょっともう一旦様子を見るか。狙ってきたね、なぜか。グローやられるいきなりエルメスがやられる。それは何としても避けなくては。さすがに破壊力は抜群だな。
さてここからメガリューションは当たるか。1万6000対空グオーやりおるわい。ピットしか当たんないか。よし、でもそうそう、ここにアンネローゼガンキャノン2で配置してガンダム試作1号機もね作りました。マスターピースレイヤーが乗っかってるんでこいつで倒そう。あとは頼みます。475入ってるか経験値が。あとこっち側だよな、あの逃げていくドムをちょっとなんとかしたいんだけどな。捕獲しよう。フェニックスガンダムで、おお、メガビームキャノン逃がしません。オリオ出てきた。え？こいつどうすりゃいいの？今からじゃどうしようもないぞ。さすがにね、試作1号機といえども暗いすぎる。じゃあザンジバルをちょっと動かしていきましょう。これで艦砲射撃と当たれ。よし、あとは4号機。おお、ちょっと全体が当たるような位置がいいんだよね。ここに配置して女神ブランチャーで仕留めると。でそこからジムカスタムだな。2人でいけば怖くない。9800け、やばい。4400はやばい、倒せなかった。じゃあガンキャノン重装備型、やはり普通のビームライフルはきついか。こいつはまあ普通のビームライフルで、あメガビームランチャーここ当たんねえわ。ということはこっから支援いけるんだ。これで倒せるね。やはり攻撃力、そうするとここら辺メガビームランチャーでビームライフルと、機動力しょぼで、こいつはもう帰れないから先へ進むか。あとこっちの舞台だな。ホワイトベースは進めるだけ進んでメガリューション撃て。そこまで強くないね、メガリューションも。エルミスはねやっぱりちょっと今集中的に鍛えておきたいんで。テンション上がればどうだろうな。サイコミで倒せるかな。やってみよう。クリティカルが出たから参考にならない。ま、倒せたこと自体は全然いいし、もうレベル4になったんで OK っすね。で
レベル4じゃねえや。間違えた。レベル7だ。全然まだまだだ。じゃあ、ちょっとパーフェクトガンダムのキックじゃねえ。重りをしつつ。てか、パーフェクトガンダム、パーフェクトジオングもさ、自分で倒せるよね。倒せなかった。ここは、じゃあガンキャノン2を出すか。ビームライフル。で、帰ろう。で、アムロは自分で進んでいくと。ここはちょっと、あれかな。ミノスキ粒子とか濃いのかな。地上 15%。で、裏木はもう動けないから。めちゃくちゃ射程長いんだけど、対地ミサイル。こいつ動いてくんの？あ、ビームサーベット60ミリバルカンしかないか。なんかアトミックバズーカとかあったらどうしようと思ったけど、それはなかったね。で、ここに来て収容できるやつは収容しよう。まあ、フェニックスガンダムは、ウラキと一緒に動けばいいでしょう。さあ、帰ろう帰ろう。戦艦の機動力だな、やっぱ鈍いよな。こいつは、返して、まだ射程に入らないから。下にさ、バニング隊とか置いてきちゃってるけど大丈夫だよね、別に。もう一ターンくらいか。3000、12800。ここからミサイルを撃つ。回避された。ここからミサイルを撃つ。撃てん撃てんからこっちを狙おう。さてさてさて、そこからのジオングあたりでいいかな。で、メガ流昇6300か。そうするとジョニーライデンのビームライフルとかいいんじゃない。3700。そしてこいつもビームライフル。所詮は連邦という看板がなければ何もできんやつらめ。言ったな。そんなことはない。なかった。おお、そりゃ超強気になるよな。やったー、ガートを倒したぜみたいな。これは地上にいるっていう認識でいいのかな。じゃちょっと裏切っ張ってくるんだけど。3700しか足んねえのかよ。弱すぎだろ。エルメスでね、倒したいんだよね。ちょ、もう一回じゃん。ビームライフルで。9300。これをね、ピンポイントで畳み込めば多分大丈夫だと思うんだけどな。できねえじゃん。メガ粒子砲も無視は無理。あ、メガ粒子砲は大丈夫か。メガ粒子砲だけで9300いった。もういっか、ピンポイント8600か。しょうがない。じゃあちょっと別のやつで倒すか。ガンダム試作1号機。届く？届かないか。じゃあ別のやつ。メティクス。もうこれは、ビットしかない。ビット系が無理なのか、そもそも。そういうことね。
じゃなくてこれを進めればいいんだよ。解決した解決した。で試作1号機直接切りつける。艦長もう持ちません。あれ少佐とかどこ行ったの。だってちょっと200には届かない程度か。こう裏切チャックキース一連で使えるのかな。メガブースターでもあれなんだよね、乗っけた時だからね。とりあえず捕獲でバルバロとか確保してなかったわ。ここら辺のやつらはあんまりだったな。ここもあんまりだな。ジムカスタム、これはガベラテトラか。で試作2号機、ガンダム試作0号機ちょっともう一回作ろうかな。いやー待て待て待て、結局ねミノスキークラフトもう一個欲しいんだよね。クソ高いけど、とりあえずこのまんまでいくか。設計何にもなし。はい、というところで、じゃあスターダストメモリーはこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。